どうもこんにちは。よりふみです。今回の舞台は浅草橋駅周辺です。浅草橋は問屋街として有名です。様々なジャンルの問屋が集まっています。総武線高架下がなかなか熱いそうです。映像左側に神田川があり、浅草橋という橋が架かっています。浅草橋を渡ったり JR 浅草橋駅に向かいます。浅草橋です。浅草橋は日本人坊の町として知られています。なので江戸通り沿いにたくさんの人形専門店が営業しています。ただ昔と比べると数が減ってしまったそうです。少子化と職人後継者不足の影響かな。左折して総武線高架下を回ります。高架下におもちゃ、文具、宝石などの問屋さんが立ち並んでいるそうです。あら、工事している。 JR の耐震工事によって立ち退きを余儀なくされたそうです。まだ数軒営業しています。天然石、ビーズの専門店を多く見かけました。種類が豊富で、安価で購入できるそうです。若い女性が買い物に来ていました。JR 浅草橋駅西口です。随分と整備されています。周りは古風な感じのお店が営業しています。ギャップを感じます。線路反対側に移動します。こちら側も退去させられています。撤去前の姿を見たかったです。残念です。この先は飲食店が立ち並んでいます。高架下には数軒営業してるお店があります。アパレル系と日用雑貨のお店です。今営業しているお店もなくなってしまうのかな。街の中を見ていきましょう。飲食店だらけです。お客様の年齢層は高めでした。ピンク系はおしゃべり系と味エスまでです。すっきりできます系は見かけなかったです。味エスに期待ですね。小道に入っていきます。
かなり賑わっていますの見どころが多いですが、ざわついた感じはしませんでした。楽しそうな空気が流れています。人に関してですが、外国人の方を多く見かけました。アジア系だけでなく西洋の方もいらっしゃいました。観光客だと思います。まっすぐ行くと福井町通りに出ます。福井町通りです。ところどころに個人商店があります。昔から営業されてる様子でした。あとは個人住宅マンションです。今来た道を戻り、江戸通りの方に進みます。JR 浅草橋駅東側を見ていきます。まっすぐ進み、柳橋中央通りを目指します。江戸通りにぶつかりました。直進します。柳橋中央通りに入りました。東京都台東区柳橋、かつては花街が存在しました。新橋、赤坂と並ぶほどのものでした。今は閑静なオフィス街になってしまっています。飲食店、クリニックぐらいでの見どころ、ピンク系はほぼないです。総武線高架下に向かいます。人通りは少ないですが、道は結構明るいです。ドキュン系を一人も見かけませんでした。治安は大丈夫かな？こちら側の高架下も西側同様退去後でした。何軒か残っています。旧式な建物でした。今度は駅前を歩いてみます。飲食チェーン店とキャバクラなどがあります。
撮影時たまたまかもしれませんが、マジっぽい方の団体を見かけました。ビビりました。浅草から近いので不思議ではないですね。この先にアジエス店がありました。某有名アイドルグループ名と、店名が似ています。秋葉原に近いからかな。まっすぐ進み浅草橋を目指します。浅草橋が見えてきました。神田川にかかっています。神田川沿いに屋形船屋さんがあります。見ていきましょう。夜だけでなく、ランチクルーズもやっています。新鮮なお刺身、美味しい天ぷらを楽しめます。巡回コースとしては、スカイツリーの方まで回ってくれるそうです。お店によって様々なプランがあります。お店のホームページで確認してください。屋形船に関して調べてみたんですが、女子会が屋形船で開かれているそうです。良い時間とお金の使い方ですね。屋形船だと季節を楽しむことができます。天然物です。その時にしか出会えないです。とても貴重な体験ができます。この先に佃煮専門店と柳橋があります。佃煮専門店が見えてきました。季節の佃煮、柳橋、小松屋、創業明治14年。実際に買って食べてみましたが、スーパーで売っているものとは次元が違います。ガチ馬でした。ネットショップでの購入も可能です。これから柳橋を渡ります。柳橋です。神田川最下流に架かる橋だそうです。まっすぐ進むと京葉道路にぶつかります。そろそろゴールです。お疲れ様でした。最後に浅草橋、神田川をじっくりご覧ください。
草橋を回りました。高架下の立ち退きが進んでいます。高架下マニアの方はすぐに浅草橋に行きましょう。インク系はほぼほぼないですが、花火トンや屋形船など他の場所にはあまりないものがあります。来てみて損はないと思います。ではまた。乗り組みでした。